あ、じゃあ、お形持ったのに、他のアシカとどうのこうのではなくってこと。ああ、で、次違う子考える時間。そうやな。母ちゃんが結構誰とも言えるから。要はあれやろ、餌切り場は邪魔ってことやろ。ずっと泳いでくれるから。そうやな。あとは、あとは社会性をちょっと、だってあんまり日向さんよく強い子がいいかなっていう。そうかもしれんな。日向さんが追いかける子は肌とかってどうなのかなっていう。あー、母さんは赤い黄色いな。母さんもな、優しいからな。逆に調子乗ったら困る。バイバイ。諦めやめえ。なあ。あ。そんなに走りすぎやろ。遊べんの。遊んでんの。どういうテンションなんか投げて走るしかないな。よくやるの、ここで転がったから出れる。ああ。泳いだ泳いだ。一人で逃げてるよね。セルフ鬼ごっこの。
どういう気分やろ。